マディソンはアメリカ合衆国ミシシッピ州の中央部マディソン郡の都市である。2010年国勢調査での人口は24,841人だった。州都ジャクソンに近くその大都市圏に属している。州内では住民の収入が最も高い都市である。AREAVIBES.com によれば州内で2番目に住みやすい都市と評価されている。 マディソン市は第四代アメリカ合衆国大統領ジェームズ・マディソンにちなんで名付けられた。南北戦争前のミシシッピ州で成長した鉄道に沿って発展した。1856年、イリノイ・セントラル鉄道がマディソンステーションを開設したのがマディソン市の始まりとなった。近くにあったマディソンビルの町はナチェズ・トレースに沿った駅場舎道に設立された開拓地だった。 1828年にはマディソン軍の初代軍庁所在地となった。レーストラックが一つ、銀行二軒、荷車工場一つ、さらに少なくとも一つのホテルがあった。そこの住民は次第に新しい鉄道駅の街に移り、古いマディソンビルは消滅していった。アメリカ合衆国南部の多くの鉄道庁と同様に、マディソンステーションは、 南北戦争の間に北軍により大きな損傷を与えられた。1863年7月18日から22日、ジャクソン包囲戦が行われた後で、マディソンステーションはひどく破壊された。マディソン軍内では戦闘が起こらなかったが、1864年2月の間、南軍スティーブン・ディ・リー少将がその部隊をマディソンステーションに集結させた。リーは後に、 ミシシッピ州立カレッジの初大学長に指名された。南北戦争後も鉄道は成長要因であり続けた。1897年、マディソン土地会社が北部人に南部に行って国と共に成長しようと呼びかけた。この会社はシカゴを本拠にし、その開発意欲がマディソンを村として法人化させることになったが、土地ブームが失敗したために定期選挙が行われず、 村の認証が後に失われた。マディソン土地会社は上等の土地を1英ー,ーわずか3ドルで販売した。ミシシッピ州の負債は、州民1人当たり19ドルと国内でも最小であり、ニューヨーク州やマサチューセッツ州の州民よりも公式の数字によって3分の1だけ健康であると宣言された。この数字はマディソン土地会社のカタログの中で、 第二エピスコパル教会ミシシッピ教区司祭のヒューミラー・トンプソンが挙げていた。トンプソンはウィスコンシン州から移ってきたマディソンの住人だった。マディソン氏は長年裁判所で争った後の2000年代に他の領域を併合してその領域を拡大した。アメリカ合衆国国勢調査局によれば地域全面積は13.7平方マイルであり、 このうち陸地13.5平方マイル、水域は0.2平方マイルで、水域率は1.61%である。ストロベリーパッチ公園以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。マディソン市の公共教育は、マディソン郡教育学区が管轄している。生徒と教師の比は19対1である。マディソンリチランドアカデミーは、トリプル a 評価の私立高校であり、 メインのメンバーである。セント・ジョセフ・カトリック学校は、マディソン市内にある教区学校であり、ジャクソン地域から生徒を受け入れている。2010年、中霊園大学が、その継続学習学校の衛生キャンパスを開設した。このキャンパスは、元マディソンステーション小学校のキャンパスの改修されたウィングに入っている。ジャクソン州立大学も市内に衛生キャンパスを置いている。 最寄りの飛行場はブルース・キャンベル飛行場である。マディソン市の役人が1995年にスウェーデンのソレフテオ市と姉妹都市関係を結ぶ可能性を探った。マディソン軍の経済開発の代表がソレフテオを本拠にする林業会社のハグロフインクに執行役員と会談した。ハグロフ社はマディソン市に工場を開設するための調査を行っていた。 彼らはマディソン市内のスウェーデン系住民について知ることに興味を持った。マディソン地域ではリンドクイストのようなスウェーデン系の名前が普通にあった。話し合いが始まり、1997年1月2週間のテレビ会議でミーティングが行われた。その5ヶ月後、30人以上のソルフテオ代表団がマディソン市に到着し、市内を見学し、 姉妹都市協定を批准した。この訪問時に、ハグロフインク、合詞内に、新しい事務所を開設し、スウェーデンのミニテューブ社もマディソンに、新しい施設を置く計画を公表した。1997年5月、マディソンの代表団34人が5日間の旅程で、ソレフテオに飛んだ。彼らは、ソレフテオの経済開発策、文化施設、教育における、革新、 観光客や企業を地域に引きつける能力について学んだ。代表団は、ハグロフ・インクの施設、エネルギー工場、通信会社など工業地帯を回った。また、林業学校や環境センターも見学した。1997年、この公益関係の結果として、スウェーデンイコールアメリカン商工会議所アメリカ合衆国南中部が設立された。管轄範囲として、 ミシシッピ州、アラバマ州、アーカンソー州、ルイジアナ州、テネシー州が入っている。ありがとうございます。